らしい。今回はその噂が本当なのかを調べに行くというのですが、果たしてどのくらい持つのか楽しみです。一発目でメトロ車が来た。こんな簡単に動画が終わってしまっていいのか。いや、終わってはいけない。次は絶対メトロ車じゃないはず。やった、東急車だ。やっぱりメトロ車に連発はないですね。東急は未だに古い車両が見れるのでいいですよね。さて、次は何系が来るでしょうか。東京メトロだといいんですが、わら。また東急かよ。反対側にはメトロ車がいました。今日の運は、どういうことなんでしょうかねー。ここからはダイレクトに。これで最後にしようと思いました。やはり半蔵門線はメトロ車が来る割合が低いようです。その中で 8K に2度会えたのが幸いだったと思います。ということで、今回の動画は締めさせてもらいます。結論、メトロ車は1時間待つと来る。それか運行情報を調べる。